JR 東日本 E233 系電車、総鉄11000系電車総鉄11000系,系電車は2009年に営業運転を開始した相模鉄道の通勤型電車。編成表記は1 1 0 1 0のように横浜型先頭車の番号、編成内の車両数で編成を表すのが公式とされるため、それに準ずる。 製造から25から30年以上経過し、老朽化が進んだ5000系電車及び7000系電車初期車の置き換えを目的に導入された。1万系電車に続いて、東日本旅客鉄道の一般系車両をベースに設計されており、設計費やライフサイクルコストの削減を狙っている。前面のデザインを除いてほぼそのままベースの車両の、 設備を導入した点も1万系に準じている。ベースとなった車両は JR 東日本 E233 系電車。車両の製造は東急車両製造、総合車両製作所横浜事業所を中心に、一部は JR 東日本ニーツ車両製作所が担当している。2008年5月に発表した。 平成20年度設備投資計画内にて第1弾として10両、編成2本の投入が発表された。第1編成は、同年10月、第2編成も年度内に柏し大車両センターに到着し、年度内の営業運転開始を目指したものの調整が遅れたために、翌2009年5月に、竣工扱いとし、同年6月15日に運転を開始した。 その一環として、同年6月14日に、相模大塚駅にて、撮影会、二股川駅で、グッズ販売会が開催された。前述のように、本系列は、基本的に E233 系電車と同一であり、公設の車内設備とともに、相鉄で特に目を引く設備を中心に列挙、開設する。1万系は、車体幅が、 ベース車よりやや狭い 2930mm 幅だったが、後に路線の車両限界、建築限界を変更する手続きを行い 2950mm 幅で投入されていた。本系列は最初の編成から E233 系と同様の 2950mm 幅の車体を導入している。一両の全長は 20m で、 片側4ドアの車体を持つ通勤型車両である。1万系と同じくステンレス構成で、前面はライトなどの配置を除けば1万系とよく似たデザインである。帯色のカラーリングについては営業運転開始時からグループカラーである総鉄ブルーと総鉄オレンジとなっている。本系列では、 衝突事故対策として、運転士への安全を確保するために運転だよ。比較的高い位置に設置し視界を確保したほか、大手施設では初めて先頭車両をクラッシャブル構造とし、運転台部分の奥行きを長く確保している。これは、自動車のボンネットやバンパーのように衝突時に、潰れやすい部分をあえて設けることで、衝突時の衝撃を吸収し緩和するというもので、 乗客の安全を考えたものとなっている。これにより乗務員室時の客室扉の位置が後方にずれたため、直後の座席は4人掛けとされたほか、季節の留置線昇降台や横浜駅ホームの安全策などの寸法変更が行われた。E233 系電車と同様に、種別、行き先表示器はフルカラー LED 式を採用した。E233 系、 同様二段表示も可能で、下段に途中駅停車中は自駅を、始発駅停車中はスクロールで、停車駅を案内表示することが可能である。前消灯は、総鉄では、初となる、高輝度放電ランプと呼ばれる白身の強い色のランプであり、視認性を高めるために、車体上部に設置された。車体外部側面上部に、総鉄発の車外スピーカーを設置している。 このスピーカーからは車掌によるアナウンスや自動放送を流すことができる E233 系では一部の車両において半自動ドアが採用されているが本系列では不採用である代わりに既存車両と同様に始発駅などで停車時間が長くなる場合の車内保温のために4つのドアのうちの3つを締め切ることのできる3、4兵器口を装備するドアカット中は 社外スピーカーから乗降案内の自動放送が1分おきに流れる。8000系、電車、9000系電車などで見られたセミクロスシートは設置されず、座席はすべての車両、すべての座席がロングシートを採用している。シートは1万系と同様のバケットシート仕様で一人分の着席区分が明確化されており、配色も同系列に準ずるが、 バネを改良したことにより座り心地は柔らかくなっている。車椅子スペースは両先頭車の連結面により向かって左側に設置されている。車内客用ドア上部には相鉄では初となる17インチ横長の LCD 式車内案内表示器が設置されている。一つのドアの上に2機設置され、右側は停車駅乗り換えの案内。 他社路線の運行状況などが流され、左側に広告を流す。車内は白色を基調とし、客用ドアや車両連結面の貫通扉は、ステンレス無塗装ではなく9000系以来の化粧版仕上げとされた。特に客用ドアは、視覚障害者への配慮のために、ドア中央部の車内側は黄色く着色され、床には、 黄色の滑り止めも兼ねた展示ブロックが重複されており、ドア開閉時には、ドアチャイムと連動視野回路ランプが点滅する、仕様である。また、優先席部分と、女性専用車となる4号車は、荷棚が、他の号車と比べ 50mm ほど、低くなっている。連結面の貫通扉は2003年に発生した、韓国の手口地下鉄放火事件を受けて、 すべての車両に装備されており、万が一火災が発生しても、炎や煙をある程度遮断するようになっている。細かな部品類は在来車と共通の仕様になっており、吊り革には E233K で使用されている黒く細長いものではなく、在来車と共通の灰色のものを網棚に置いても E233K の板状のものではなく、 在来車と同じパイプ状のものをそれぞれ採用している。ドアエンジンには1万系と同じ電気スクリュー式が使われている。営業開始当初より自動放送が導入されており、列車種別、行き先、停車駅、自駅、乗り換えの案内や車内でのお願いなどを日本語と英語を放送する。2013年2月に落成した1万千5 0からは、 室内灯に LED 照明が採用されており、それ以前の編成も交換された。総鉄では、初採用となったグラスコックピット方式の運転台総鉄の車両では、初のグラスコックピット仕様と呼ばれる液晶表示式の運転台を採用している。アナログの指針式メーター類は廃止され、速度計、電圧計やブレーキ圧力計などの運転に必要な情報が、 液晶にまとめて表示される。また、JR の車両同様、タイムズと称されるコンピューターも装備されている。前述の通り E233K に準じた仕様となっている。各機器の形式には、相鉄を表す ST が付与されているものが多い。基本性能としては、設計最高速度は時速 120km、運転最高速度は 時速 100km で、ベース車両の設定範囲と相鉄における条件を、勘案し、加速度は、時速 3.0km、s、減速度は、常用、非常ともに時速 48km、s とした。主制御機1 c 4 m 通軍方式、イグブと素子による2レベル PWM 方式の、VVVF インバータを採用、M1M3M5 車に搭載する。 ブレーキ、装置改正ブレーキ、併用電気指令式ブレーキとし、停止直前まで改正ブレーキが動作する、停止電気ブレーキとした。このほか、非常、保安ブレーキとして、予備直通ブレーキ及び大切ブレーキを装備している。また、そもそも即ブレーキを、準備工事としている。なお一部従来車との互換性がないため、非常時に両者を連結することに備え、 ブレーキ指令読み替え装置を先頭車に搭載している。また先頭車はブレーキ制御装置と供給空気タンクを台車ごとに装備することで事故などで破損した場合にも被害を抑えられるものとした。台車は軸量式ボルスタレス台車、牽引装置は一本リンク式で e 2 3 3系とほぼ同等品である。 先頭台車は相鉄型 ATS の受電器を取り付けるため配送機の形状が異なっていたが、12000系の登場後は、同車に合わせ E233 系と同じタイプへと交換されている。基礎ブレーキ装置は、電動台車がユニット式踏み面ブレーキ、付随台車が自家動式踏み面ブレーキとディスクブレーキの併用としている。また、 先頭台車には駐車ブレーキ装置を設けている。形式は、電動台車の STDT71A と、付随台車の STTR255A を、基本に、先頭台車は、STTR255、重量の軽い M4 車は、STDT71 バイトとなっている。主電動機は1時間定格 140kW の3、消化後型誘導電動機で、 体幹体節仕様を簡素化している。駆動装置は、DD ギ手式平行、カルダン駆動方式で、歯車比は97,16イコール6.06で、ある。1万計四次車以降に引き続き、シングルアームパンタグラフを採用した。電磁鍵外し、バネ上昇、空気加工式で、上昇検知装置を備えている。スリータは、装鉄標準の C。 C コンポジットカーボン系3ターン 3M を、ネジ止め、ブロイメット3タも、装着可能とした。M1M3M5 社のエビナ型に、常用のものを搭載するほか、M1 社の横浜型に予備を搭載している。補助電源装置イグブと素子を使用した2レベル方式の、静止系インバータで、大気二重系となっている。出力は参照。 交流4 4 0 v 2 6十くばで編成に2台、M2M6 車に搭載し、電源供給区分は、横浜方から6両4両、また延長給電を可能とした。空気圧縮機スクリュー式の MHz3124C1600SN3 を編成に3台、TC1、TC2、T1 e 車に搭載する。 なお11,504号車及び11,050編成はクノールブレムゼ製のオイルフリーレシプロ式を搭載している。車両情報制御装置1万系で使用しているタイムズに対して二重系の深度化による信頼性の向上、また伝送速度の増大といった改良が行われている。また、運転状況の記録も本装置で行う。 運行情報用 IC カードは1万系と同じく車上持ちとしたが保安装置切り替え後は列番電装やチャンネル設定支援として資料カードシステムの導入を予定しておりそれに使用する IC カードは乗務員持ちとなる予定である連結機先頭部が密着自動連結機中間部は半永久連結機を基本に 3から4.5から6.7から8号車間は密着自動連結機としている。また先頭車の半永久連結機は衝撃吸収型とした。JR 直通事業に関連する保安装置回収に対応するため新方式と従来方式の双方を搭載可能とした。従来方式将来の撤去を前提に設置検討を行っている。 装鉄式 ATS は発生品を一部改造の上で流用した。また列車選別装置を搭載するが ATSP 使用開始後は撤去される。列車無線は第1キロ式の誘導無線方式で電源二重化を行っている。先頭車後くらい側の屋根上にアンテナが設置されており空調装置よりが送信アンテナ、連結面よりが受信アンテナとなる。 新方式 ATS-P は準備工事としている。通常の一重系で検討を進めていたものの、JR 線への直通を考慮して、E233 系と同等の二重系とした。また ATS-SN の取り付け検討もいった。列車無線は、空間波式のデジタル無線とし、ダイバーシティ対応のためアンテナは2本設置される。防護無線は、相鉄タイプと、 JR 東日本タイプを切り替える構造で準備工事としている。ATSP は2014年3月30日からデジタル列車無線については2015年10月3日からいずれも総鉄全線で使用を開始している。その他 EB 装置と手装置を設置した。これらについては従来車も改造にて設置している。また信号円管を準備工事とし、 取り付け部をキャップで塞いでいる。神奈川東部方面線計画を介した東京都心への乗り入れ計画が進んでいた。当時、本系列は JR 線直通列車に使うことを前提とした設計がされており、相鉄では JR 線直通用として製造される。予定の12000系とは別に、本系列も、 JR 線への直通に使用することを2018年5月に表明していた。しかし、2019年になって、保安装置の改造コスト等の理由でこの計画は中止となり、埼玉、東京方面 JR 東日本線への乗り入れは見送られることになった。編成構成は E233 系0番台をベースとしており、電動車は二両ユニット方式、また、 ベース車両の特徴である二重形化の考え方を踏襲している。ユニット間は母船引き投資とした。直通運転への対応として1万系で行った編成の方向転換をやめ、JR 東日本線内での方向を揃える形とした。また、不安体系が大きく改められている。10位以下を編成内で統一するものとし、 また100位が従来車では車種を表していたものを、本系列では編成内での位置を示す形とした。この際、横浜型より例から振ることで、M1 が100番台、M2 が200番台、T2 が600番台と、従来に近い形となっている。反例尾行車両番号の下線は、ニ一製の車両を示す。導入時から、以下の改造工事及び変更点が存在する。 た、系列の重量編成と共通運用で、特急、通勤特急、急行通勤急行快速、確定すべての種別に使用される。また、都合によっては、8両編成の運用や、相鉄新横浜線の運用を代走することがある。以下の日程で、相鉄マスコットキャラクター、ソーニャンをあしらった、ラッピング車両、ソーニャントレインが運行されている。 奇数代には1030が、多摩数代には1040が使用されている。なお、ソーニャントレインの運行時刻については、総鉄グループ公式サイト内の、ソーニャントレイン運行時刻ページを参照のこと。2009年9月から11月末まで、1万0 0 0に10において、同年の夏休み期間に実施された、総鉄夏休み絵画コンクールの全作品を、 形出した、ラッピング車両、相鉄ギャラリートレインが運行された。また、2017年4月より、相鉄100周年記念のラッピング列車、今昔トレーンが1020によって運行されている。当初計画では2008年度に20両、2010年度に10両、投入予定であったが、前車は調整の遅れ、後車は、東日本大震災の影響を受けた。 輸送計画の延期により、翌年度投入扱いとなっている。ありがとうございます。